あさって月曜日、熱海のあの土石流災害からちょうど2年が経つわけなんですよね。そんな中、今映っているこちらですね、土石流が流れ下って海の手前でですね、国道を寸断したんですが、その国道沿いに立つビルにあるコーヒー店なんですね。ここは土石流災害の後にできた場所なんですけれども、地域の人たちの憩い語らいの場所にもなっています。藍染めコーヒー店という名前なんですね。ただそこから、あるいはそこのオーナーの方のお話からですね、災害から2年経って復興の計画がなかなか進んでいない、そういった課題が見えてきました。土石流の災害が発生したあの日から間もなく2年が経とうとしています。周囲にあったはずの家は土石流に飲み込まれて、今は影も形もない状況です。この辺りは家の土台や基礎の部分がむき出しになっています。ただ周りに目をやると全く壊れていない家もありますが、ここから先は警戒区域になっていて、2年経った今もまだ入ることができません。おととし7月に発生した熱海市伊豆山での土石流災害、28人が亡くなり、今も200人以上が避難生活を余儀なくされています。長い坂道、そして急な階段が続く伊豆山地区に住む高齢者の方々に昼食を届けにボランティアの方々が回っています。発災直後からお年寄りに食事を配達するボランティア活動をしていたのが、復興支援団体天から線の代表、高橋和美さんです。昨日も高橋さんはお弁当を配達していました。経営する弁当店で注文を受けて玄関先まで届けています。長井さん、おはようございます。お弁当今日2つね。はいはい。こちらのお宅では家族の介護のためなかなか外出できないという理由で、高橋さんにお弁当の配達を依頼しています。よく頑張るよね、このお兄さんね。助かってる、うんと助かってる。ここのうち忙しいんだよ、すごく忙しいでしょ。忙しくないよ。またそう言うんだよ、ほらね。だからこんなちっちゃい時から知ってるから。そうだね、生まれた時から知ってんだから。そうだね、ここの人にお世話になったからね。いや、お世話になったのはこっちだけど。高橋さんは4年前地元伊豆山に戻り、実家の弁当店を受け継ぎました。また土石流災害の後には被災者支援を行う団体天から線を立ち上げました。小さい頃からお世話になったおばちゃんやおじちゃんちがこの伊豆山にはいっぱいいるので、たった一つのお弁当を届けるにあたっても1分2分で終わるのが、こうそのおばちゃんおじちゃんからすると1日会うのがたった僕一人と思うと話す時間が長くなってしまうので、そこはなるべく聞いてあげなきゃなっていうのはなんか気にするようにはしてます。じゃあ結構お弁当配達で長くなっちゃうこともあるんですね。そうですね、はい、そんな高橋さんが地域の人たちをつなぐ場所を作りました。それがこちらのカフェ、藍染めコーヒー店です。2年前、土石流で寸断された国道沿いに立つビルの中に藍染めコーヒー店があります。天気のいい日には窓から相模湾が一望できる絶景のカフェ。高橋さんらがクラウドファンディングで資金を募り、去年4月にオープンしました。これまで多くの地元の人たちや観光客が利用してきたんです。寄り添える場所、伊豆山の人たちが戻ってこれる場所を作りたかったっていう、その思いで作ったのを覚えてますね。はい、藍染めコーヒー店のすぐ近くでクリーニング店を営む岡本久子さんも常連客の一人です。発災当日、クリーニング店には大量の土砂が店の中にまで流れ込みました。
連日土砂を取り除く作業に追われ、営業を再開できたのは4ヶ月後のことでした。どのくらいの頻度で行かれるんですか？そうですね、1週間に2回ぐらいかしら。やっぱり地域の人たちとあそこで話すことで、得られることとか、どんなことがありますよ。やっぱりコミュニケーションの場として、私たちも年齢が高い層から若い人から行っていろんな話ができる、こう話をするっていうことだけでちょっと落ち着くっていうやっぱり面もありますのでね、それはとても嬉しかったですし、こう言ってはっきり言ってたわいもないおしゃべりなんですけども、なんかその日常の小さなことでお話ししてると、なんか前に結局日常でなかった日々が何ヶ月も続いてそういう思いをしてきたので、なんかそれが嬉しい。行けば行ったでまた他の方、知ってる方が当然いらっしゃるから、いや元気してたとか声かけ合うこともできますし、地元の方が、本当に使っていただけるのは本当にすごく嬉しいことで、また観光客の方も来ていただいて、地元の方と観光客の方が交わる場所、つながる場所として会話していただける光景を見ることがすごくなんか、前に進んでる感が出てるというか。藍染コーヒー店に来て被災された方同士で話をすることで気持ちが楽になったよとかっていう、そういうような声を聞くことはありますでしょうか？すごくそれはありますね。前を向けたという言葉だったり、こう、そうですね、一歩が踏み出せたとか、家から出れなかったっていうことが多かったんでしょうね、多分。その一歩がこのコーヒー店であることがきっかけになってもらえば、そういった人がいてもらえるだけで僕らは救いにもなるし、これから危険区域が解除されることで、またそういった人の少しでも救いになれば、きっかけになってもらえばいいなと、もうそれだけですね、はい。熱海市は伊豆山地区で設定している警戒区域を9月1日に解除する方針です。